円錐コロ、軸受け円錐コロ軸受けの原理は、接する二つの円錐は、滑ることなくお互いの周りを回転できることによる、円錐コロ軸受けの切断図円錐コロ軸受けは、軸受けの一種で、半径方向の力に加えて、スラスト軸受けのように、軸方向の力を支持することができる。英語のテーパードローラーベアリングから、テーパーローラーベアリングとも呼ばれる。 円錐の一部の形をした面を持つレースと呼ばれる、内側と外側の環状の部品が同じく円錐台形のコロを挟み込む形状を持ち、すべての円錐の頂点は軸受けの中心軸上の一点に集まる。この円錐形状により接触線を長く取ることができ、点接触となる玉軸受けよりも大きな力を受けることができる。コロとレースの接戦上の速度は同一となるため、 滑りが発生しない。コロが回転せずに滑った場合は、摩擦がコロとレースの間に摩擦が発生する。摩擦による摩耗は、各部品の精度を低下させ、様々な問題の原因となるため、滑りのない回転が、この種の軸受けでは、理想とされる。内側のレースに設けられたガードが回転モーメントで、コロが抜け出すことを防ぐ。円錐の角度が大きいほど、 強い軸方向の力に耐えられるものとなる。円錐コロ軸受けは、外側レース、内側レース、コロと保持器からなる部品の3つに分離することができる。内側レースところ、保持器をコーンと呼び、外側レースをカップと呼ぶことがある。コーンとカップには組み付け自軸方向に隙間ができる。メートル単位系で製作された円錐コロ軸受けの識別方法は、 ISO355 に定義されている。1895年3月23日、アメリカ合衆国インディアナ州、ウィルモットで農夫と大工を営むジョン・リンカーン・スコットが馬車の車輪の効率を上げるために発明した、円水コロ軸受けの特許を取得している。1898年に、ヘンリー・ティムケンが、円水コロ軸受けに関する別の特許を取得した。この頃、ティムケンは、 セントルイスで客車の製造を営んでおり、客車のバネに関する3件の特許を持っていた。この円水コロ時空受けに関する特許で、ティム県の会社は大きく発展することになった。円水コロ時空受けの発明は、古代から大きな進化が見られなかった車軸の時空受け構造に大きな変化をもたらしたことから、19世紀末の技術的ブレイクスルーの一つとされている。 それまで使われていた軸受けは平軸受けと呼ばれるもので軸を収めた箱に封入された潤滑剤に依存し適切に休止が行われなければ摩擦熱により破壊に至るものだった。ティムケンの発明したカップとコーンが分離できコロが傾斜した構造により軸方向の力と半径方向の力が均等にカップとコーンに付加され軸受けの摩擦が大幅に軽減された。 多くの用途で、円錐コロ軸受けは背中合わせに組み合わせて使われる。背中合わせに組み合わされた二つの円錐コロ軸受けは、軸方向と半径方向の双方の大きな力を受けなければ、ならない車軸に多く使われ、軽負荷で、比較的低回転の用途から耐久性が求められる、重負荷の用途まで各種の用途に用意される。農業、工業、建設機械などの車軸、 歯車、エンジン、減速機などにも広く用いられる。ありがとうございます。